はい、今2023年の5月の7日、徳島県の眉山頂上にいます。ちょっとロープウェイ乗ってきたんですが、このようにもう霧が包まれております。なのでちょっと雨もポツポツと降っておりますが、もう霧がすごいですね。なんか本当幻想的な幻想的なんですけどね。ちょっとこのようにここからだとなんか全然見えないですね。本当に、いや夜景がちょっと見えないですね。晴れの日でしたらここの徳島市の夜景を一望できるんですが、ご覧の通りこの山です。ちょっと別のところ行ってみましょう。無料展望台ちょっと見てみましょう。自家製のハンドそうめん、もっちりして美味しいですね。でここも店となってます。甘露寺三井町で特徴かで、今は絶賛放送中のこの通り鬼滅の刃刀の鍛冶編です。ちょっと予定問題があるんで登っていきましょう。よし、ちょっと一泊二日してきたんで、気の気合いとかバッグ3つにまたのせいか、ちょっとバッグが3つになってます。ここが展望台となってます。ここに鐘とか鳴らすことができます。あ、さっき僕らがいたところですね。これが、頂上のですね。ちょっと鐘があるんで、鳴らしてみましょう。他のところも見てみましょう。わあ、いや、この螺旋階段をちょっと知っていって、先ほど僕らがいたところです。一応傘差しときましょうか。今すごくいいですけどね。失礼しました。僕らがさっき上でいたところと、さっき登ったところ、ただあっちの礼拝堂のところも行ってみましょう。礼拝とか、納骨とか。よし、はい、はい、
きまでちょっと他ロープウェイに乗ってた時、僕の他に4人いたんですけど、もう降りちゃったのかな。さっきのあの下って行ったのは見たね。これがあのビルマの戦士さんを弔う残すのかな。止まってますね。平和記念塔残すじゃないですね。パゴダっていう霊が祀られてます。ちょっとさっきあのカメラちょっとあの写真前もってちょっとここ行ったんですけど、あれまたもう何も見えなくなっちゃった。あそこでちょっとぼやけて見えるかな。全然見えない。ダメだなこのカメラ。なんか鬼滅の刃のカフェですね。まで見えてたんですけど全然見えなくなっちゃいました。ビザ、あ、見えない。ちょっとなんか雨がやばいような気がする。逃げましょうか。はい、ね、アニャの格好ですね。まあちょっとあの今日前回の10月やったんですけど、あれ撮ったな。あの時はあの結構人とかいたんですけど、もうご覧のありさまです。今じゃ誰もいません。まあ、ちょっと僕徳島に住んでて、こっちに徳島、見えないか、真っ暗だ。そうそう、徳島に住んでて、あっち方面に住んでたんですよ。 B さんとも逆の、まあ、小学校も別のあっちの方面、小学校2年から4年かなの時ですね。で小学校4年入る前に高松に来た感じです。雨はおしゃれなんですけど、ジメジメしてて食料がダメになったりすると、いろんな生物とかがダメになるんで、あまり好きじゃない。そこは嫌だ。で観光地散策と、あ、ふれあい橋行ったな。何も見えません。もうやめましょう。徳島城庭園、ケンチョビア、ケンチョビア、ケンチョビア。橋は大体行ったかな。寺町界隈は行ったことないな。まあ、夜景は。もうほとんど行ってますな。で、トイレがあります。ちょっと画面、レンズがちょっと水で濡れてきたから。変な感じです。どこも見えない。今どういうこと？行こうっていうこと。ゲートセラー、劇場版、ゲームズビール。
な感じです。ちょっと覗いてみましょう。万華鏡。そうそう、これが万華鏡。ではもうちょっとそろそろ降りようかなと思います。